簡易検査はこちらです。西の離島宝庫では6月1日から島に上陸するにはさらなる手続きが必要です。宝庫県は PCR 検査で陰性の人だけが島に上陸することができるとしています。もし拒否した場合、3000元から1万5000台湾元の罰金が課せられます。みんなを守るために非常に良い,い政策だ。 しかし報告空港は交通部の管轄下にあることから異なる意見を表明しています私たちは政府側の立場にあり現時点でまだ全面検査を行いなさいという連絡を得ていない関連の通知は政府の規定に従うべきと思うすべて簡易検査を受けた誰も検査を拒んでいない午前には台北、高尾そして報告県の別の離島七尾から飛行機が到着すべての搭乗客が簡易検査を受けました 宝庫では一人の50代の女性が台湾本島に行って戻った後5月29日に感染が確認されました女性と24日に宝庫の自宅で共に食事をした女性の友人一人が2度の PCR 検査で陽性反応が出ており検体は台北で再度確認しています二人が通った病院や住居周辺などでは全て消毒が強化されました 現在各航空会社も新型コロナの防疫対策に応え、15日までは減便しており、方向線は台北、台中からは毎日1便、高尾からは毎日2便のみとなっています。